はい、よろしくお願いします。今回は高校数学 2A の円に内接する四角形丸2をお送りします。で、前回このタイトル始まって、まあ、円にね内接する四角形の角度の特徴をやったんですけど、それを使った証明問題を今回1問だけやっていきます。なので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって厳しいと思う方は、今からね自分の方が解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、この問題取り掛かっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まずは図も書いてあるんですけど、特徴を捉えていきます。今、三角形 ABC があって、頂点 A から辺 BC に垂線 AD、 つまりここ垂線90度ね、ここねになってて、その D から AB と AC に垂線 DE、DF を引いてる。つまり、まあ、ここも90度なんですけど、こことここが90度になってます。で、その時に4点 EBCF、 ここが同一円周上、つまり一つの円の上にあるよってことを証明したいんです。ちょっと書けないですけど、まあ、こういう状態、こんな感じ、まあ、それをイメージしてください。で、それを証明するために、まあ、前回やったね、その円に内接する四角形の角度を使ってやっていきます。で、ゴールから先に言います。ゴールからで、どこを示すかっていうと、これここにちょっと線引きます。で、EBC、このか、この四角形が円に内接してるので、今回こことここ、これが対角になるよね。まあ、こっちこっちじゃなくて、こっちでいきます。こっちとこっち。を足したら180度ですね。っていうのを言えれば、この円に四角形が内接してることが言えます。前回の特徴の逆ね。前回は円の中に四角形が内接してたら、対角足したら180度だよって。ただこっちでもいいけどね。で、逆に今回は、対角が180度だから、あ、じゃあ円に内接してますよねっていう逆を使っていきます。で、ここにたどり着く。まあ、これね、こいつ足すあいつが180というために、まず、ここの四角形を見てください。こう、AEDF です。で、この四角形ですね、ある特徴があって、今書いたように、こことここ90なのね。ってことは、ちょっと色変えようか。対角足したら180なんで、これ、こうやって、ちょっとね、汚くなってるけど、円に内接するんです。あの AEDF っていう四角形は。つまり、円に内接しているので、ここ。ここね、角度。EFD です。こいつと、ここ。EAD の角度が同じになります。なぜなら、円周角の定理が使えるから。今、青の、この円があるってことを考えれば、スタート地点を ED で考えたとき、ここね。円周角、スタート地点同じだから。だから丸のところ同じになるんだよね、円周角の定理を使えば。つまり、書くとすれば、どうしようかな。まず90度だからって言おうか。書く、AED、ここね。AED イコール、書く、AFD にしようか。AFD イコール、90度より、四角形、AEDF、ちょっと長くなるよ。AEDF は円に内接すると。まあ、今書いた青のやつだね。内接するっていうことが分かります。つまり、それが言えるので、よって、円周角の定理より、今言ったこの2つの丸、各、EAD イコール EAD だね。各、DFE にしようか。これが同じということが言えます。まずこれ1つ武器として持っておいてください。ここね。EAD と DFE が同じと。で、次にちょっと着眼点を変えます。次は、ここの三角形見てください。三角形 ABD です。で、
ここで三角形 ABD について、で今回最初垂線を下ろしてるからここ90度なんだよね。ってことは当然ここが90なんで、残りのちょっと×にしようか、ここ、まあ、丸と同じね、ここの部分とここの部分角度足したら180じゃない、ごめん90になるよね、この2箇所足したら。ついて各ここ ADB イコール90度よりこの×の2箇所を足したら90になります。三角形の中残ったの90だからね。なので各どっちがいこうかな、こっちか、 BADBAD プラス角 ABD、 これが90度ってことが分かります。でここまで書いてこの2つであることが言えます。今言ってることはこの2箇所の×、こことここを足したら90がこっち、1番はこの丸と丸が同じなんです。これつなげます。つなげるとこことここを足しても90ってことが言えるんです。なぜか、これ足して90なんでしょ?でもここ同じなんでしょ?だったらこことここ足しても90じゃないですか。同じだから。なので、1、2より、角、ここね、ABD プラス、ここ、角、EFD、 この2つを足しても90度ってことが言えました。で最終的に今ねゴールもう一回確認すると、こことここちょっと色変えようか、こことここを足したら180が言いたかったので、今ここのこれ満たしたね、バツでね、で丸はこっち側だけなんだけど、ここ足したら90って言えたんだよ。でもともとここ直角って分かってるから、ここ当然90なんだよね。ってことは、それを書けば、ここの×、ここの丸、ここの90度を足せば当然180になる。だから、対角足したら、あ、180度なんですね。で、終了になります。なので、これ書いて、あとは、角、この部分だね。DFC、CFD でいいか。CFD イコール、直角、90度より、全部、角 ABD。まあ、あれか、四角形で表したからこっちに合わせようね。EBD にしよう。角 EBD プラス EBD ね。間違えたくないからね。EFC でね。角 EFC 足すと180度でしたよって。で、あとは言葉、それで終了です。よって言いたかったのは4点、これなので、4点、EBCF。EBCF。は、もう一度したらいけるよね。あ、全然いけるね。は、ちょっとインクがなくなってきちゃった。同一演習場にあると。これで終了となります。いいかな。まあ、ぜひね、こんな感じで、まあ、前回みたいに円に内接してるから角度の特徴で角度の問題解くこともできるし、逆にこうやって対角足したら180度。だから同一円周上、一つの円周の上にあるよっていう証明でも使うことができますので、ぜひね、参考にしてもらえたらと思います。では、今回は高校数学数 A の円に内接する四角形丸2をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回がですね、一応トレミの定理を一応一個やっておこうと思いますので、もしよかったらそっちの方もご視聴ください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。